今日は、日本の浦河の遠い遠いアメリカから70年前のことについてお礼を述べたいとおっしゃってくださいました。仕事の人たちが私たちは当時のことを思い出すと、まあ、あまり詳細には分かりませんけれども、こうして山についてしまして、事故になりましたけれども、グレンさん、高野飛行機がね、こうして落ちましたけれども、その時に、手助けといいますか、場所をもらったのは、まあ、事実でございまして、その時は私は14歳、まあ、今、主になって助けてくださいました先輩たちがもうあまりおりません。それから山の現場も行ってもらいましたけれども、海岸も行ってもらいましたけれども、まあそういうことであまり上手に話しませんですけれども、まあ一つ私だけでなくて担架に触った方を紹介しましょう。同級生です。三浦吉野と、お名前もう一度お願いします。三浦吉野さん、吉野何歳ですか？独身です。今ですか？今は85歳。85歳だ。僕は4歳。そこで、まあ、私だけでなくて、皆さん、の感じたことを持っておりますので、この人たちからも事情を聞いてください。Not only us, but there are some more other things. So please listen to them. Just a little bit. と自分で思っています。他の人もですね、飛行機が当たる瞬間は見たかもしれないですけど、ほとんどそこの前を通って行っている時を見たのは他には思うかな。木下さん、どうでしょうか。木下さん、飛行機が前を通っていくのは私はですね、あの日のちょうど晴れ、天気は晴れでした。晴れでしたけれども、一つ気になることは、そこの前の山が下からずっと霧が入っていた。霧、水蒸気がもう山の下から上まで全部覆っていたことですよ。もうこれが第一衝突の一番の原因。そして飛行機の空もここから向こうを通って富岡の方から、だいたい飛行機は海の上を飛ぶのが通常ですよね。他の上を飛ぶのは危険ですから、だいたい海を通ってきて、ここがちょうど高八木島の対抗線ですよ。あの山を見ると高八木島、この高八木島にですね、日本の捕虜として働いていた高八木の兄貴がおりますけれどもね、その当時のことはよく知っています。で、新聞にですね、高八木島と
深掘りの間に落ちたようなニュースだったんですよ。ここにはここに落ちたっていうのはほとんど知らなかったんでしょう。どういう大八木島と深掘りの間に落ちたっていうことは乗ったもんですから、大八木の兄貴にですね、航空乗っとるけれどもどうねって聞いたら、いや俺もそりゃ思うとっとる。そしてこれは間違うとるぞって言って電話を入れたとか話を聞きました。それで安心していたんです。そしたら納得していただいたんですね。その日は海の方はそうなかったんですけど、そこの山は全部霧で見えませんでした。で、飛行機が飛んで飛行機が飛んできてそこの向こうの山近くをずっと登ったんですけれども、音だけ、機体は全然見えなかったんです。で、上の方にですね、時板の雲の霧の隙間に、上の方の生活をしている人たちは雲の間からちょっと期待を見た人もいるんですかなという気持ちでしたね。ですから飛行機はもう平行です。海上とあまり変わらんぐらいのところをこう、ね、ちょうど浜の真上にあったね、風もこの場で、で、その日はさっき言ったように天気がよく晴れていましたので、朝から夕方5時ぐらいから空気に湿り気が蒸発ついて霧になるんですよ。霧がで、天気が良い時には特に水蒸気がよく登りますので、霧がよく張って、その霧はずっと風に、こんな陸地でできた霧をみんな風に運ばれて、山にずっと霞として登る、ね。それが午前10時ぐらいまでに、だいたい終わるんですけれども、その瞬間に飛行機が飛ぶ。ちょっと墜落したあとからのことを話してください。状況よかった。墜落したあとのことを話して。そこはもう会場の数字に行ったんじゃないでしょうかね。そこからまっすぐ登って飛行機乗ったところに行っていましたら、でその当時は今言ったように天気が良すぎたでしょ。ガーちょっとで時間がないから、ね、いやそれは平野さんの話も聞かないかんからね。水田天気やばい。水田さんどのことを話してください。天気はわかるの、天気は朝の人に言うと今いいな。まあ、13人の方々が来て、もう一人だけが招待なんだ。今、皆さんの力によって、ちょっと、まあ、89歳まで生き延びられて、まあ、こうして子どもさんも今日お話しされたような状況ですけれども、この13人の皆さんが上の現場で仮装したんです。どんなそこら辺のことをよく分かっていらっしゃるんでしょうか。教会の半分は何の中に取るかという話を聞いております。期待の半分が、期待の半分が。そして、その山に行くのが多かったんですよ。三浦さんとか、その山に、桑田さんはお隣の方と2人一緒に山に登られたんでしょ。その時の僕、いや、今登りましたよ。
押した時も、うん、だからそれとその翌日に救出する時のことなどを皆さん話してくれませんか。The first day, Mr. Yamada climbed up the mountain and saw Mr. The man with the yellow shirt met him the next day. saw the plane flying that day. あれと思ったんだけど、霧がかかっていて、なんと見えなかったんですよ。そして、1時間ほど家に乗って、また上に登ってみたら霧が晴れていました。そしたらもう尾翼の方が、垂直尾翼と水平尾翼だけがバーンと残っているじゃありませんか。あれはこれも下だと思ってですね、隣に海軍兵学校に行っていた人が終戦で帰ってきた三重直人という人、その人と二人でですね、僕は英語を話せるけん二人行こうで、もう見た寸前にすぐ二人で走ったんですよ、上まで。もう早く行ってみたいというので、早かったですね、駆け足が多かったから、みんな坂道を登っていったんです。そしたら、あの飛行機の横に50メートルぐらい行ったら、叫び出したんですよ、飛行機に乗ってる人が。生きていたんです。大きな声で叫び出したんです。そして、来たぞって言って、来る。もうそれから先は近づくことができなかった。いつピストルかなんか持って、ボンってやられたら、しまいボンって。そして、そのまま引っ返してきました。So I was too scared, so I came back home. その時は日曜日でしたからね。日曜日でしたからちょうど起こしたんです。翌日、月曜日ですね。学校は午前中授業でした。学校を終えてすぐ走りました。またそのまま来てました。そのまま行った時には、飛行機の空にドラム缶が3つ4つ転がっていたんです。そのドラム缶にはパラシュートをつけてあります。あそこから高野島のアメリカの人たちが働いていましたので、その人たちに食料として渡すためにパラシュートだからパラシュートがついてあるのを1つありました。それで他にまだ2つ3つは転がっていました。で、後からそのパラシュートからトランプから開けていただいたんですよ。持ってきたのがチューインガムです。チューインガムというのは初めて見たんです。その当時チューインガムなんてあるわけで、食べたのは何もかもジャンク品飲んでしまう。チューインガムのゴミが残りますよね。ああゴミが。そんなこと全然知りません。大丈夫、大丈夫。What chewing gum is? I swallowed everything. Behind you, there is what happened with the survivor. No, don't talk about chewing gum. Mr. Mira, could you tell us about what happened to the survivor? そのさっき言うと、美容部のところにちょうど人で、その英語はわからないし、向こうが大きな声で言うたもんで、山の人が逃げてやったわけですよ。それで悪事故になっていたんですよね。I went up at the mountain, but four my friends passed away. When I crossed to the survivor, he was shouting. We cremated the dead, and the survivor, we helped to climb down the mountain.私が消防団に入っておりましたので、その後はもうあんまり知りませんけど、そのさっき言うことを
チョコレートなんかな、消防団に投げ少しずつ物ってやつを初めて食べたんですけど。I don't know why I helped him to climb the mountain, but I don't know. 当時はその警報団、今昔は警報団って言いましたよね。そうそう。その警報団の皆さんが警報団に集められて、一緒にの皆さん救出に残られた。それはその日ですか、次の日ですか。次の日。The next day. そのイタリア語あの乗っ張りやったとか。The firefighters of the village went to the cremated dead. なかなか本質に問題に入らない。お父さんを救出するときの状況はわかりますか？担架でお留守までの、わかりますよ。8年ちょっと一緒に。じゃあ話してください。そこら辺のことを教えてください。話してください。そこら辺を話してください。その様子を。担架で運ぶときのことを話してください。何名かこう分かるんですけどね、こっち一人で行くんですけど、じゃあ平塚さんが、ね、山口さんのところを担いできたんですけど、それ何時頃でしたか、何時頃のことでしたか、もう何名かやったけどよく分かりません、何時頃ですか、時間、時間は何が午前中だったかは午前中だったか、時間は午前中だったか、時間は分かりませんけども、午前中だったかも、 I believe it was in the morning。 ある方が、じゃあバレー所ですか、バレー所は茹でたとはちょうど川端きれいに向いてからその方に食べさせるって言えば、私来たんですよ。どこでですか、どこで、海岸で。海岸で。海岸。海岸。海岸。ああ。そしたら、mountain at the beach, somebody peeled the potato and boiled and gave it to the survivor, but he said, no, no thank you. I remember he said he doesn't want a boiled potato, but he drank some water. I don't remember if it was a juice or something, but actually he drank something. Is this from the plane or not? No answer at all yet.そして何日かしてから、かなり遺体が傷んだ状態で火葬しとったのが、上で火葬したの、その遺体の遺骨を拾って、白木の箱に入れたとは覚えています。A few days later, they cremated the body because the body itself had some damages day after day, and they cremated at that point. And he saw they put bones. Any other details that you can tell me? お父さんが、はい、私あ、このお父さんが生きていらっしゃった時のことをちょっと教えてあげればいいと思うんですけど、行って翌日行ったでしょ、はい、でまだ一人だけが生き残ってたので、その時の様子を教えてください。Tell me the story. You saw the survivor for the first time. Was he sitting or was he lying down? This is the story of the family. Yeah, that's right. Actually, I was talking to everyone about the memory. I didn't take it to the
した覚えっていうのはありませんでした。そういえば、自己責任するような状態でした。でも、大怪我をされてたんですか？ですね、怪我も、怪我の部分は僕見たことはありませんでしたけれども、だいぶやっぱし、衰弱というかね、やっぱり、I don't know how much he was injured, but the, he was very tired. 立って歩けたんですか？とてもなことだと思いますよ。じゃあ、皆さんで運んで、何回乗せて。No, I don't think so. そして、みんなで、Did you put put on the stretcher? そうだ、oh, yes. あんな山の中だったんですね。まあ、Did you help, the, help him to climb down in the stretcher? Oh, yes, I did. デボランの昔は言ったけれども、そういう団体とか、その役所の方とか、じゃなかったかなと思う。大人の人たちという意味ですね。そうですね、先輩たち。大体何人ぐらいや、その山に行くのか。何人ぐらいで。どうでしょうかね、15、20人ぐらい。15、20人ぐらい。50 to 20. The number of the villagers who climbed up the mountain to rescue him was probably 15 to 20.たくさんで登って、で生きてるの、生きてるのを大学に行ったわけですね。生きてる人を発見して、このお父さん、この人たちのお父さんを、じゃあみんなで、担いで、ガンガン乗せて、下ろしたわけですね。なんか、お父さん、なんか言ってましたか？苦しいとか。英語かもしれないですね。さっきの話に戻った通り、No とかね、I only understood yes or no. 水を少し含んだということは、水取ったかな、確かにそうだったと思います。I don't remember quite well, but the drink something. 他の食べ物は食べなかったと思います。But said no, why no, I remember. 今田さんが登られた時は、その英語ができるその人は話をしたんですか？あなたが登られた時はあなたの隣の人、英語の上手な人は話したと。英語いや、一緒に行った英語の上手な人に対して英語で話したんですか？いや、話はできませんでした。近寄ることができませんでした。Did you speak in English? No, I was too scary. アメリカ人っていうのを見たのは初めてです。It was the first experience to see an American. 韓国の朝鮮人。We've seen Koreans, we've seen Chinese, but never Americans. 初めて見てびっくりしました。It was indeed the first experience to see an American. The skin, the color of skin is different, the color of hair is different. I saw him as a human being, but everything is so, so different from us. He has eyes, he has nose, he has mouth. Maybe he is a human being, just like me.集落はどのくらいの個体数やったんでしょうかね。今と同じようなやっぱり生じ所帯だったんでしょうか。ここの集落ではい50どこだ50県南まであったかな。そうしますとね、やっぱりそういう大事件だからすぐ皆さんにこう伝わって、今は町ぐるみで助けに行ったってことですね。なんじゃないかなと思う。その時、例えば警察とかの人いたんですか？木本さん。警察とか、その被害を加えようとした人はいない。みんなでやっぱり助けようと思ったんですかね？ですよね。Do something to the survivor?I believe nobody will try to do something to the survivor. でもよく助けるっていうかね、みんなで助けたのは、やっぱこの土地の方がみんな優しいからですかね、本当に。
Yasuhiro is really amazed. Nobody did any harm to the survivor. Probably villagers are united together. Only one survivor I saw. And nobody. How long did it take to help him to climb down? About an hour, I believe. もう今はそのロハラにはもう全然皆さん、昔は ご有地でしょ、いうなら共有地でしょ、そこは。ね、土地は、昔は、あれ今のところあれでは、国有地だろ、県有地です、今。今、県有地。私の将来も豪遊財産地があるんですよ、こういう山があるんですよ。それを管理するんですけど。そこは軽量ゾーンとして知っている。皆さんも1年に1回ぐらい軽量ゾーンと知っておられた山じゃないんですよ、その場所っていうのはね。多分ね、まあ、その。コロッカーって言ってますか？何？牧草刈り。ああ、牧草刈りね。資料に出てくる。コロッカー。They've been to our 5-6 times a year. To collect the feed. ちょっと。はい。仮装した後に木製の慰霊碑が建ったそうです。After the cremation, villagers erected a wooden cross, wooden monument. アメリカ軍の飛行機ですか？アメリカ軍の飛行機ですか？ I saw the plane, some planes are flying and in a circle. What you say? They are circling. What are you going to ask? You want to ask something? If there's any questions.This is the right time to ask. まあ、亡くなった人の遺骨がどうなっているのかというようなこととか、どこで仮装、まあ、反対の方もあり、布巻の方もありますから、なったのか、どこに、どのように運ばれたか、まだ分からないところも多いんですけれども、しかし、ああいう不幸の中でですね、幸いに生き残られた負傷者を助け出して、まあ、現在になっているわけです。まあ、戦争の犠牲者というのは亡くなった人ばかりじゃありません。生き残った人も本当に苦しい思いをしているわけですので、そういう思いを込めてですね、追悼碑を記念碑を小屋に売っております。まあ、今後はこれを私たちも定期的に追悼碑にしていきたいと思っていますが、それから皆さんも小屋に腕立った時には、場所はここでしたけれども、その慰霊碑は小屋の中学校の裏に、立っておりますね、名前をちゃんと書いておりますから、今日おいでになったゴムさんの名前も書いてあります。機会があったら、ぜひ中学校の、そのバスの車の通り道に、きれいな遺影がありますから、追悼してみてください。伊原さん、はい、これが米軍のレポートなんですね。はい、この衝突が、激突があった3日後に、作られた米軍。はい。読んでください。読んでください。それで、これは、米軍のレポートで3日後に作られた報告書なんですけれども、サイパンを朝3時に出発して、九州方面に飛び立った。でも、その機は戻ってこない。で、どうなったか、無線も入ってこない。で、今のところ、その機がどうなったかはわからない。で、搭乗員名がここに書いてありまして、その、搭乗員の連絡先がここに出ています。で、もう一つの、ページには、亡くなった人たち、見つからなかった人の名前、それから見つかった人の名前、そ
それで、その見つかった遺体に関しては火葬をし、それはあの村の人たち、それから、ここにはあの収容所の職員も、手伝って、最終的に大浦天主堂にその遺骨を安置しました、うん、そのことが書いてあります。でもここにもまだ、生き残った人が誰かっていうのは分かりませんでした。で、いろいろこのここに、その当時の連絡先があるので、それで、ホヌムさんを見つけることが最終的にできました。であのホルムさんと連絡を取るようになりましたら、お父さんが本当にあの、いかに優しくあの村の人たちにしてもらって救助されたかっていうことをあのおっしゃって、もしも長崎に行くことができることができる行けるなら、あのぜひ長崎に行ってあの助けてくださった皆さんにお礼を言いたいっておっしゃってたそうなんです。だから、この除幕式があるっていうことを聞かれたら、もう私たちは行きますって言って最初からおっしゃって、で今日はお父さんの気持ちを皆さんにどうしても伝えたいっていう一心で来られました。だから本当にあの感謝の旅でもあるみたいです。カメラさん、あのお父さんの写真、あの長崎から、ここにもご覧になってください。お父さん、あ、how old was he? 22, about to turn 23. 23歳になる寸前ぐらいでした。これはまだ長崎にいて、これからあの帰るっていう。ちょっと待ってね、あります。あの消えたらちょっと触れば、これです。お父さん。I know, she's like, get that, just pop that up. でこれがあの病院船でお父さんが国に帰って行かれたものです。でこれはあの病院船の甲板で撮った写真で、あの同じ船のところで撮りましたので、長崎の山々が見えています。あ、there's two of them? There's two copies. They want it to work? No, I just want the one. It's 14th. Now, I'm going to explain it, but I'm going to put a little time on it. Now, ここにお話しする方もありましょうから、一旦ここで行きたいと思います。ありがとうございます。どうも。At that time, how old? 22. 22. Yeah. Turning 23. Boy's quite young. Very. So Don looks just like him. He look. Him Don, and Don him and just look. He looks yes, just like him. Very. Yeah, yeah. Yeah. And your face is like him, I think. ちょっと聞こえないです。
He is so impressed to see he go back to home. Go back in time? Yeah. In that situation. Uh-huh. He looked different man when he rescued. I bet. Here he's clean. He's smiling. Smiling. Yeah, he seems pretty happy there. He got back. Yeah. He was worried about what happened after he rescued. He probably feels very lucky right now. Yeah. それで木下さん、これは他の捕虜なんですけれども、船にこういうふうにタンカーで乗せられて、この同じ船に乗せられて、だからお父さんもきっとこの人みたいに、これは別の捕虜なんですけれども、お父さんもきっとこんなふうに運ばれていたんだねって。Same. I want his haircut, but I can't do that. Stay up like that. Thank you, Eero. That's pretty cool. He's pretty happy. Thank you.